だこの辺痛いな。痛い。あ、またここにできてる。お母さん、すごい。あ、気持ち悪い。魔法だ。部長？課長？社長？彼氏、彼女、どっち？彼氏。ハレママキッズ TV。 皆さん、こんにちは。今日は家族であるゲームをやってみたいと思います。やったの？今日チャレンジするのは、じゃーん、人に優しくなるゲーム。そう、面白いでしょ。そのゲームやると優しくなる。そう、優しくなれるんだって。面白そう。ねえ、魔法だ。じゃあ優しくなれるようにゲームチャレンジしてみましょう。このゲームは、体調不良の人が周りの人から声掛けをしてもらって、セラピーワードをヒントにして自分の症状に気がつくことを目指すゲームです。早速準備してやりながらね、ちょっと説明したいと思います。はい。どんな風に言うんですか？ゆうきくんに噛まれた怪我っていうのは何？噛まれた怪我。まずね、この症状カードが45枚あります。これをそうよく切って、うん、テーブルに置きます。今度はアプローチカードもよく切ってテーブルの上に置きます。このね、セラピーチップも置きます。あとはこの砂時計置きます。次にね、このいろんな症状が書いてあるのを一人一枚ね、配ります。で、今日はシノはね、ちょっとまだわからないところも多いと思うので、シノはお父さんと一緒にやりたいと思います。はい、やったー。はい、それでは最初に、最初の体調不良の人をじゃんけんで決めたいと思います。はい。おー、体調不良の人、よく挙手してんのかな、それを。お、じゃんけんぽい。あいこでしょ。じゃあシノからやってみようか。まずはね、シノは最初にアプローチカードを1枚引いてください。はい、せーの、じゃん。シノが引いたのはオノマトペです。オノマトペとは、ぐるぐるすると思うから水分を取った方がいいよとか、この音でね、教えてあげる感じだね。シノは今度は症状カード1枚引いて、おでこに当ててください。はい、せーの、じゃん。あー、それ、あ、それか。シノが引いたのはこちらのカードです。そうしたら、体調不良の人は急いで砂時計をひっくり返してください。せーの、よいしょ。始まった。待って、だいたいね、1分だね。この間に他の人たちは、さっき出たね、このアプローチカード、今回はオノマトペで、シノが何の症状なのかをオノマトペを使って伝えてあげてください。あ、はい、はい、分かりました。楽しそう。それでシノが当たったらゲームクリアです。あ、そういうことね。という間に砂時計がいっちゃったから、もう終わっちゃった。今からやるか。じゃあもう一回ひっくり返してください。せーの、どうぞ。あ、なんかこの辺痛いな。ズキズキする。つらい。あー、ズキズキつらそう。どうやって声かけたらいいかな。頭がズキズキすると思うから、ちょっと寝転がっといた方がいいと思うよ。おお、なるほどね。まあ、お父さんも大体わかった。え、わかった。ガンガンしたりすると思うから、少し寝転がったり休んだりした方がいいと思うよ。そうか。さあ、うん、なんだろうね。ガンガンズキズキ。そうだね。わかった。わかった。術。お、正解。おお。そうしたら、あ、この人の言葉優しいなとか、分かりやすかったなっていう人を選んで、セラピージッパーあげます。はい、じゃあ、さゆちゃん。お、お、私やったー。こんな感じでセラピーチップが3枚集まった人が優勝でーす。3枚。ちなみに今回は優勝者にはプレゼントも用意してます。え、なにそれ。なんだろうね。なんだろう。それではね、早速やっていきたいと思います。イエーイ。イエーイ。それではね、視聴者の皆さんも時々症状を隠すので、一緒にね、考えてみてください。それではね、早速やりたいと思います。はい、はい。じゃあまずね、アプローチカードを1枚引いてください。はい。お、何かな。何でしょう。じゃん。せーの、じゃん。体験共感カードです。例えば、痛くて辛いと思うからあまり無理しない方がいいよとか、自分がね、前に同じことを体験したのを伝えてあげるとかね、うん、そういうカードです。そういう
ことか。じゃあシノは症状カード1枚引いておでこにつけたら砂時計をひっくり返してください。どうぞ。せーの、じゃん。あ、それか、それか。シノの症状カードはこちらです。え、なんだろう。スタート。どうぞ。じゃあ言っていい。私はそれになっちゃうと乾燥したりとか赤くなっちゃうから、クリームとか塗っといた方がいいと思うよ。うん。え、なんだろう。クリームを塗るんだって。私は冬の時にそれになっちゃうからクリームを塗って予防しているよ。みんなそうかもね。うん。そうだね、シノもそうだね、多分。お父さん、もう分かった。まあ、多分そうだろうなって。あ、なんかこの辺かゆいな。冬だからかな、かゆい。あ、それ私も分かる。すごい辛いんだよね。あとちょっとで、髪の毛が落ちてしまいます。時間なくなっちゃう。ここにほら、この症状リストがあるから。これもね、どれだろうね。あ、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 かゆみ。正解です。イエーイ。じゃん。おー、当たった。肌のかゆみ。シノもね、クリーム塗ってるもんね。よくね、3人ともね、乾燥するからね。うんうん。それじゃあ、2人のうちいいなと思った方にセラピーチップを1枚渡してください。はい。じゃあ誰かな。一番優しかったのはサイヤちゃん。あ、やった。はい、1枚ゲットです。それでは次にレイカがまずアプローチカード1枚どうぞ。せーの、何かな。じゃん。渾身の優しい一言。渾身の優しい一言、言ってもらえたら嬉しいと思う優しい言葉をということで表現してみましょう。だって難しそう。難しそうだね。このカードの時は、うん、砂時計はなしで全員ゆっくり入れていってって大丈夫です。おー、やった。じゃん。あー、それ。レイカの症状カードはこちらです。今酸っぱいものとか濃いものを食べちゃうと痛くなっちゃったりするから、今それ食べてるのを冷蔵庫に入れとくから、今度食べられるようにしとくね。うん、分かった。え、何だろう、食べ物が辛いんですよね。グレープフルーツとかオレンジ食べたら染みちゃうから、シノが食べてあげる。シノ食べちゃう。食べてくれるんですよ。へえ。それはそれでいいな。シノが食べたいのかな。違う。お父さんどうぞ。そしたら、まあ、それを直すためにお手伝いとか、今日はいいからゆっくり寝て。寝ることが大事なんだよ。あー、口の中できちゃった。痛いな。あ、そうだ、ジュース飲もう。痛い、しみる。わ、痛そう。これなるとなかなか治らないんだよね。どうやって声かけようかな。何？あ、そうだね、症状リストを見てよく考えて。あ、わかった。お、わかった。口内炎。あと見てください。おー、正解。ということで、じゃあセラピーチップ、誰が一番心に響いたんでしょうか。じゃあ、お父さん。おー、やったー。チーム口内炎。おー、チーム口内炎。まずアプローチカードから、じゃん、こちらが出ました。なりきり上司だって。なりきり上司。立場が上の人になりきって、体調不良の人が言われると嬉しい言葉をかけてみましょう。おー、じゃあ引きます。じゃん。サーヤが引いたカードがこちらです。こちらです。視聴者の皆さんも何か一緒に考えてみてください。わかるかな。じゃあ砂時計ひっくり返します。せーの。仕事に疲れたんだと思うから早く帰りなさい。え、じゃあ休むってこと。休んだ方がいいのかな。ちなみに今のは誰、部長、課長。社長。社長。社長。私のおすすめ洗顔フォーム使うといい。え、顔を洗った方がいいってこと？え、何それ、わかんない。なんだろうね、ストレス。え、じゃあここら辺かな。洗顔は結構ヒントだよね。ねえ。皆さん分かったでしょ。あ、またここにできてる。触ると痛いし早く治ってほしいな。これ用の化粧水塗っとこう。まだ痛そうだな。なんて声かけたらいいんだろう。あ、ね、あ、分かった。ニキビ。お、当たってた。正解です。おー、
ましたか？じゃあ、シノ。いいね、魚出た。それでは次はシノとトサチームです。はい、せーの、じゃん。ジェスチャー。ジェスチャー、赤ジェスチャーだった。面白そうだね。その症状の様子やしてもらうと嬉しいことをジェスチャーで伝えてみましょう。せーの、はい。お父さんチームの何だろうね。こちらです、はい、皆さんも一緒に考えてみてください。何だろうね。よーい、スタート。これ難しい。おお、なんだ、お、なんだろう、なんだ、え、なに、え、にの、え、なになに、さすさすして、見る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 、オッケー。じゃあ1位、飲む、笑う、違う。間違った。笑、なんか泣く、泣いてる、うん、寝る、に、笑う、なに、なに、違う、内緒話。はい、やっと仕事終わった。ちょっといっぱい飲むか。ああ、飲みすぎちゃったな。頭痛い。頭痛い。ああ、ちょっと揺らさないで今。気持ち悪い。ああ、ちょっと今。ああ、お父さん気持ち悪そう。どうやって声かけたらいいかな。お父さん答えてください。まあ、サスサスしてたからとか、このリストを見るとなんか酔っ払っちゃった感じだよね。この二日酔いかな。さあ、カードを見てください。はい、せーの。おお、合ってた。さあ、どっちのジェスチャーが心に響いたでしょうか。まあ、心に響いたというか、まあ、分かりやすかったから、まあ、レイカかな。おお、レイカ。やったー。これはちょっとミルクかなと。ミルク。なんかこうやって渡すから。でもお父さんコーヒー。うふって笑ってる。うふふ。笑ってない。あれ気持ち悪い。お父さんコーヒー好きだからコーヒー飲ませて。それでは次はレゴの番です。はい、じゃん。これは何か。なりきり子供。なりきり子供。なりきり子供。はい、そのまんまだ。子供になりきって体調不良の人が言われると嬉しい言葉をかけてあげましょう。お父さんいつも重いものを運んでいるから今日は私が持ってあげるねとか、子供になりきって言ってみてください。はー、せーの、じゃん。レイカの頂上がこちらです。え、何？さあ、何か一緒に考えてみてください。せーの、スタート。スタート。体を温めるようにお湯を沸かしといたよ。おお、お風呂がヒントだね。え、お風呂？冬はそうなりやすいから、私のレッグウォーマー使っていいよ。レッグウォーマーだって、なんか体温めると良さそうだね。え、なんだ？え、つっかるかな？何かな？どれでしょう？ゆきくんが頑張っています。や、山登りみたいな。ゆき、おー、立つの。いいね、遊んでましょうね、ちゃん考えてる間に。おー、おー、来たの。おー、おー。あー、寒い寒い寒い。体中冷えるな。あー、あったかい。足とか冷えて痛い。あー、私もそれわかる。どうやって声かけたらいいかな。わかった、はい、お、わかった、はい、答えよ、どうじゃ。どうじゃ、この冷え性カードを見てください。おー、正解、冷え性でした。はい、ゆくもパチパチしてる。パチ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 。おー、上手。正解。サメちゃん、お、やったー。レッグウォーマーに1個プレゼントです。悔しい。それでは次はさやの番です。じゃん、なりきり恋人だ。なりきり恋人、何する。恋人になりきって体調不良の人に言われると嬉しい言葉をかけてみましょう。だって、だからレイカとシノがさやの恋人になりきって声をかけてあげるよ。なりきらなきゃだ。そうだよ、彼氏。じゃん、お、さやの少女がこちらです。一緒に考えてみてください。それじゃ、よーい、スタート。おーちゃん、シノです。夜遅くまで仕事したからお家帰ったらマッサージしてあげるよ。マッサージ、なんだよ、疲れてるってこと。彼氏、彼女、どっち。今のはどっち。彼氏。
彼氏だって。疲れてんのかな。疲れたと思うから、うん。あれをもみもみしてあげるね。あれをもみもみ。何それ。どういうこと、マッサージとかさ、出てるの。ああ、なんだ。まあ、そうだね。マッサージ？あれをもみもみ。あ、あともう少し。あ、やばい。敵が。あ、こっち来る。あ、終わった。なんか最近ここ疲れるな。あー、とっても辛そう。こんな時、なんて声かけたらいいかな。これ見ればまあわかるんじゃない？ね。え、足とか？あ、わかったわかった。はい。肩こり。お、当たったー。やったー。やったー。じゃあ、めいちゃん。お。入りました。あれをもみもみしてくれるね。それでは次はね、本当は白なんだけど、今ねそれぞれセラピーチップが2枚ずつせっかく獲得しているので、特別にお父さんに症状カードを引いてもらって、はい、日の霊かさえらね答えてもらいたいと思います。イエーイ。最終勝負かな。だね、みんな2枚だから。じゃん。これは自由な優しさ。何それ。何でもいいやった気遣い、オトマトペ、なりきりジェスチャーとかを好きなのを使って伝えてあげてください。おお、じゃあ何でもいい。何でもいいんだね。何でもいいんだ、せーの、はい。お父さんのカードはこちらです。何だろう。さあ、皆さんも一緒に考えてみてください。それじゃよーい、はい、はい、ティッシュ。ティッシュ？ティッシュ。いっぱい必要だから一緒に買ってない。ああ、はい、ああ、行っちゃった。あ、行っちゃった。買いに行っちゃった。買いに行っちゃった。あ、じゃあ、はい。食べます。おお、帰っていく。じゃあ、私、ジェスチャーで行こうか。はい。うん。笑ってる。ああ、はい。くしゃみ、くしゃみだね。眠い。ああ、眠い。かゆい。かゆい。それで終わり。あ、はいはい。蜂蜜とヨーグルトときな粉がいいみたいだから作ってあげるね。ああ、お父さんね、それね、食べてた。でも、うん、じゃあ、わかる。わかった。そうだね。あ、もう三つで、そしたらもう完全にわかったね。ああ、もう今年もこの季節だ。お父さん辛そうだな。なんて声かけたらいいかな。皆さんも分かったでしょうか。じゃあ答えてもらいたいと思います。はい、どうぞ。花粉症だね。花粉症。じゃあ見てみてください。せーの。はい。はい、あ、鼻炎花粉症。正解正解。運命のセラピーチップは誰の手に渡るでしょうか。じゃあどうしようかな。じゃあ。じゃあこれでカシミヤのティッシュをお願いします。ヒロが3枚ゲットです。おめでとう。柔らかいティッシュで。柔らかいティッシュ。それでは見事セラピーチップ3枚獲得したしのにはプレゼントがあります。プレゼント、なんだろうね。なんだろう、なんだこれは、はい、え、かわいい。わー、ねねねね。おー、かわいい、かわいいね。その下にはこちらがプレゼントされました。イエーイ、かわいいわ。かわいいね。フレンチブル。フレンチブルだね。ね、かわいいね。カレーママキッズ TV ということで、今日は人に優しくなるゲームを使って家族でゲームをやってみました。はい。どう、人にね、優しさを伝えるのって結構考えると難しいでしょ。うん、めっちゃ難しい。やってみてどうでしたか。難しかったけど楽しかった。なんか問題に解くのとかが楽しかった。なんかみんなが言ってるのを当てるのがすごい楽しかった。意外とみんなちゃんとね言えてたから、びっくりしました。ね、ぜひね皆さんも家族でやってみてください。やってみてね。やってみてね。最後まで見てくれてありがとう。グッドボタン、チャンネル登録、通知ボタン押してね。また見てね。